嫌だ。音楽なんてもう一生聴きたくない。ただ自分のオーディオが欲しかっただけなのに、今は自分の鼓膜を切り取りたくて仕方がないんだ。どうなんすかね、先輩。言ってることに脈絡がねえ。とても計画的に二人を殺せる弾じゃねえな。じゃあ二つの事件はやっぱり自殺ですかね。さあな。私の胸には一つの疑念が膨らんでいた。気になることを整理し、答えとなる情報を探してみた。疑念が確信に似たものへ変わっていく。やったぜ！今夜あけものテレビで生放送されるアヤエイジアの公開ライブチケットが手に入った。お得意さんから借金の方に手に入れたもんだが、いやーラッキーだったぜ。どうだ、欲しいか。欲しけりゃ土下座しな。なんだ、シカトかよ。あ、うわー、なんてことすんだ。プラチナチケットだぞ。欲しけりゃ取ってこい。うわー、かすれていた謎の線が次第にはっきり太くなっていく。言ってみろ。この謎に思い当たることでもあるのだろう。ネウロはもうこの事件の犯人分かってるんでしょ。当然だ。犯人は、ほう、黒目に確信の色が宿っているな。謎の形を捉えたものしか持たない目だ。でも私は笹塚さんからもらった資料読んではいないんだけど。彼女にはちゃんとしたアリバイがあるんでしょ。貴様にそれを崩すことまでは求めていない。だが少し貴様を安く見すぎていたようだ。え？ゾウリムシ程度の存在だと思っていたが、喜べ、わらじ虫に昇格だ。え、ゾウリ、わらじ、どっちが大きいんだっけ。とか真剣に考えてる自分が悲しくなる。さて出るぞヤコ。出るってどこに。飛び切りのレストラン。我が輩が謎を食うのに絶好の舞台だ。アヤに何かご用でしょうか。彼女は今ライブ中継の打ち合わせ中で、いろいろと忙しいのですが。先生がぜひともアヤさんの歌を聴きたいと。コネはどこまでも浅ましく使うのが先生流でして。ほら先生。謝って。浅ましくてごめんなさい。ねえ、何か企んでるでしょ。何のことだ。ネウロが彼女のライブに来るなんて変。ただ生で聞いてみたかっただけだ。
人の脳を直接揺さぶるというあの女の歌を。いいなあ、やっぱしサインもらっときゃよかった。進むにつれて私の目に滲んできた涙は彼女の歌に揺さぶられたからではない、彼女自身を思ったからだ。私の考えが間違っていないのなら。もう終わり？もっと聞きたかったなね、先輩。構わん。真実が知りたければ叫ぶがいい。犯人はお前だ。この番組は明るい未来と暗い過去を作る黒ずみ化粧品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。言っちゃったよ、こんな公衆の面前で。このガキ、なんてこと。生放送中だぞ、捕まえろ。待って、本気なの探偵さん。それって私があの二人を自殺に見せかけて殺したってこと？それは。それにつきましては、僕が先生の代わりに推理の説明をさせていただきます。さすがの先生も大勢の客を前に緊張しているようなので。この二つの事件、被害者の職場と死に方以外に共通点はないように見えますが、実は多くの共通点があります。まず、第一発見者が彩さん本人だということ。ええ、そうよ。
でも検視報告書は見たの？二人とも私が見つける1、2時間前にすでに死んでいたのよ。そしてその時間をまたいだ3時間以上、最初のはライブ、その次はレコーディング、どちらの時も私は離れた場所で休むことなく歌っていたわ。ましてや私は女よ。この腕で二人を吊り上げて首を吊ったように見せるのは無理があると思わない？もちろんそれがあなたの計算です。それらの理由があったからあなたには容疑がかからなかった。共通点はまだあります。それは事件現場そのものです。一つ目は部屋の構造。どちらの部屋の天井にも首を吊るすのに最適なパイプが多く走っていること。二つ目は首を吊っていたロープ。わざわざフックをつけてパイプにかけてありました。なぜ直接ロープをパイプに結ばなかったのか。そして最後はどちらの部屋にも流し台が備え付けてあり、その脇にはポリタンクとホースが置いてあったこと。さて、アヤさん、パパッと解いてしまいましょう。あなたの殺人計画の全容を。あなたは被害者の首を絞め気を失わせた後、中間にフックを取り付けたロープで首を縛り、天井を走るパイプにかけた。反対に垂らしたロープには空のポリタンクをくくりつけ、その中にホースを差し込み、蛇口をひねりセット完了。タンクに水がたまるにつれ、緩やかにロープは被害者を持ち上げ始める。おそらく全身が上がるより早く被害者は死んでいるでしょう。まさしくあなたが歌ってる最中にね。こうして歌う前でも後でもない絶妙な時間に死亡時刻をずらしたあなたが現場へ戻れば、その頃には被害者の体はすっかり浮いている。あとはフックをパイプにかけ、余ったロープを切り落とす。そして重しにした水を捨てれば終わり。この方法ならば自分の手で死体を持ち上げることなく、かつアリバイを作ることが可能なのです。そしてこのトリックは第一発見者であるあなたが後始末をしないと意味がない。動機のない不自然な自殺とそれを他殺にしうる二つの部屋の共通点は、アヤさん、あなたが犯人であることを物語っていると先生はおっしゃっています。大したものね。私から付け加えることはないわ。ねえ探偵さん、どこで私が犯人だと確信したの？あなたのファンや関係者が作るホームページを見て回りました。そしたらあなたが出したアルバムやライブステージのその都度の評価が見えてきました。3年前のワールドツアーの評判はあまり良くありませんでした。なのにツアーの最終日だけは見た人たち全員が絶賛しています。そして1年前のアルバム、ある時を境に録音した曲を全部ボツにして作り直している。そのアルバムが今までの中でズバ抜けた売り上げを記録しています。ツアーの最終日はプロデューサーが死んだ日、アルバムを作り直したのはマネージャーが死んでから。共通している絶賛へのきっかけは、大切な人が死んだことであなたが再び一人きりになった時だってこと。あなたは大切な人を殺すことで、あなたと同じ一人きりの人たちの脳を揺さぶる歌を再び歌えるようになったんですね。でもやっぱり理解できない。大切な人を失う悲しみなら私だって知ってます。なのによりによって大切な人を自分自身で殺さなきゃならないなんて。すごいわ探偵さん、トリックも殺害の動機も全てあなたの推理通り。そう、二人ともかけがえのない人だから、だから殺したの。私は自分の心の中に何者の侵入も許さなかった。
人きりの閉じた心、澄み切った暗闇の中でのみ、私の音楽は最大限の力を発揮できる。ひどい曲だな。俺の心に響かねえや。そう、じゃあ聴かなきゃいい。でも直感でわかるよ。その曲を伝えたい人たちがいて、君はその人たちに向けて歌っている。そうだろ。君が望むなら大勢の前でその曲を歌う場所を用意してやる。君の歌はそうしてこそ光るんじゃないのかな。大島拓郎は私の音楽の最初の理解者だった。見ろよ、チャートを上り続けて10周目、ついにトップだ。すごいじゃん。宣伝もしないで1曲目から1位なんてさ。こんなもんじゃないぜ。お前の音楽はいずれ世界を揺らすんだ。あやさん、大島プロデューサーの自殺について一言お願いします。もういい加減にしてください。もうマスコミの態度にはうんざりだわ。ねえ、どうしたのその傷。平気、カメラにぶつかっただけ。それよりアヤに何かあったら私が絶対守ってあげるからね。大泉ひばりは私にとって初めての親友だった。二人とも自分のことよりも私を大切にしてくれた。一緒に笑って一緒に泣いて。気づいた時には澄み切っていたはずの私の心の暗闇は温かくて優しい光に侵されていた。調子でも悪いのか。誰にでもあるって。そんなこと心配するな。絶対守ってあげる。あや、あや、あや。逆に歌が届かなくなった。作る曲も私の脳を揺さぶれない。二人を大切に思うほど、私が一人きりでなくなるほど、私の音楽は輝きと力をなくしていく。だから二人とも大好きだから、私の中からいなくなって。どうした？本番直前に戻ってくるなんて。平気なの？レコーディング抜け出してきて。私は一人きりじゃないと歌えないから。ちょっと言い忘れたことがあって。大丈夫、すぐ戻るから。私の心に暗闇を取り戻すために。そうか。ならいいんだけど。何？さようなら。私は閉じた世界へ、心地よい一人きりの世界へ戻れたの。あなたはすごいのに、すごい才能を持ってるのに。一人きりなんていう暗闇に飲み込まれなくたって、いい音楽は作れたと、私は思います。あなたはね、あなたは自分が思っているほど孤独じゃないと思う。探偵さんには、人を引きつける強さがある。私にはない強さが。アヤさん。私は後悔していない。これでまた一人きりになれたんだもの。今の私は歌への愛とアイディアで満ち溢れている。たとえ死刑台に登るとしても、私はその時まで歌い続けるわ。嘘、アヤさん罪の意識でいっぱい。じゃなきゃせっかく警察を騙せたのに、うちに来る必要なんかないもん。本当に何でもお見通しなのね。依頼した人にこのトリックが解けても解けなくても、私はその運命に従おうと思っていたわ。一度きりの食材の賭け、頼むのは誰でもよかったけど、探偵さん、あなたにお願いしてよかったわ。私もあなたに引きつけられた一人なのかもね。この後アヤエイジアは自ら警察に足を運び、この事件は改めて幕が下ろされた。とても食える謎ではなかった。もともと見破られてもいいと思っていたようだからな。しかし稀有な能力を持つ女だった。アヤさん、これで満足なのかな。
私が何を言ったって彼女や殺された人の救いになったとは思えないんだけど。さあな。だが我が輩にとっては今夜の貴様は実に役に立った。え？舞台の上で貴様はあの女の信頼を得た。それは結果として貴様自身の探偵としての説得力を増すことにつながったのだ。人間として人間の心を捉える力。怒っていいぞヤコ。それは貴様やあの女が持っていて我が輩が持っていない道具だ。ネウロ。明日もいつも通り事務所に集合だ。遅れたら全身の関節を外してやるからな。いや、私もテレビで見てたけどさ、まさかこんな写真まで撮られてたとはね。あんた超有名人になっちゃったね。もう嫌になっちゃうよ。ん？私がネウロと出会ってきた犯人の中で多分一番残酷で、そして一番悲しい人だ。この謎はもう我が輩の舌の上だ。